この番組は、えー、現役のエンジニアが最新テクノロジーのトレンドを語る、えー、聞くだけでちょっとギークになれるそんな番組です、はいえー。今日のテーマはですね、えー、すぐできる、えー、飲食店の生き残り戦略という、えー、テーマでお話をしたいというふうに思います。えーまあ、あの新型コロ,コロナのです、ねえー、影響で、ねまあもういろんなところの業界が瀕死状態になっているんですが、まあ、特に、えー 大打撃を受けているのが、えー、飲食店だというふうに僕は思っています。えー、まあ、あのー、サービス業全般がやられてしまっているんですが、特に飲食店っていうのは、いろんな地域でいろんな、もう本当に大,大きな、大きなというか、たくさんの店舗が、えー、ある中でですね、もうほとんどの飲食店が、えー、影響をすごく受けているということでものすごく僕はここの業界を、えー、心配しています。で えとまあ、たまたまですね、えー、僕がよく見ている SNS でですね、この飲食店の生き残り戦略というのを、えー、ずらずら書いている人がいましてね、で、それ結構分かりやすいなというふうに僕は思っていて、で、えー、ちょっとその中から、あ、これだったらすぐ誰にもできるんじゃないかなというところを、えー、があったので、まあ、それについて今日はちょっとお話をしたいというふうに思います。はい。で、まずですね、えー、これやるべきだなというふうに思ったのが、えー、メニューを絞るということですね、うんまああの。たくさんメニューがあるというのは、 えーまあ、今まではすごくメリットだったんですね。うん、あのたくさんメあのメニューがあった方がねあの、お客さんとしてもいいんですけども、ただメニューをですね、えー、たくさん抱えてしまうと、えー、在庫がですね、たくさん抱えていないといけないということがあるので、これが非常に悪いと。なので、えー、と在庫を絞るためにメニューを絞るということですね。はい。で、次に、えー、テイクアウトを始めるということですね。もうこれは皆さんも考えていると思いますけども、まああの マクドナルドとか吉野家とかが、まあ、売り上げは落ちているとはいえ、まあえー、と生き残っている状態なのはテイクアウトが人気だからですね。うんまあ、テイクアウトだったら、えーまあ、それほどお客さんというか他のお客さんと会わないので、 コロナにかかる可能性がとても低いので、やっぱテイクアウトは非常にいいと思いますで。できるんであればドライブするですね。うん、まあこれはなかなか難しいかなと思うんですが、まあ、できればドライブするでテイクアウトを始めると。はい、でその際に大事なのはですね。 えー、自分ちがテイクアウトやってますよというのを、えー、皆さんに分かってもらわなければいけないというところで、まずやってほしいのはですね、えー、Google 登録でカテゴリーをですね、えー、テイクアウトできますよというところに変えてほしいと、うんあの。最近ですね、やっぱ Go、えー、Google マップですね、Google マップの検索で、えー、お店を探している人って結構います。僕も結構そうなんですけども、でそこに、えーまあ、テイクアウトができますよという、えー、オプションがあるんですね。すねそこを、えー、やっぱ ここできるんだっていうふうに分、えー、かってくれれば、えー、来てくれる人は確実に増えるので、これは絶対にやるべきだなというふうに思いました。で、次に、で、これ、あの、地味ですけど、えー、上りを出すっていうのは、えー、非常に有効だというふうに思います。えっ、ー、と、まあ、やっぱその辺に、その近くに通っている人が、えー、テイクアウトって、えー、してるんだっていうのは分からないと意味がないんですね。で、やっぱ上りっていうのは、えー、本当にその、 その近くを通る人っていうのに、じ、えーまあ、直にリーチすることができるので、えー、案外この上りをすっていうのは、えー、有効だというふうに思います。で、えーまあ、テイクアウトするだけではなくてですね、あとは、ト、え、コ、ー、とかチャリを使ってですね、デリバリーをするってことですね。うん。もういいんですよもう、すぐ近くまで行けるところで。うん。あの電話をくれれば、すぐそちらにお伺いしますと。うん。まあ、あの、自分ちに来てくれるんであれば、多分た 飲んんででくってくれるる人がいると思うんですよね自分家に引きこもっていたいんだけど、何、えー、か珍しい美味しいもの食べたいとか、そういう人は多分絶対いるので、デリバリーはできるだけやりたいというふうに、えー、思います。で、あとはネット通販ですね。できれば、うん。ネット通販は強いですね。今 EC めちゃくちゃ売れてますね。うん、で、ここにも、えー、自分たちの商品を出せれば、やっぱこっちはもう追今追い風なので、うん、ここに ここができる人はやっぱり強いと思います。で、やるとすれば、あの、ベースでやっぱりやりましょう。ベース。あの、PASE で、えー、検索してください。えー、と、もう低コストですぐに自分の、えー、お店の独自サイトっていうのが出せます。で、決算とかも、えー、配送とか、まあ、その辺もですね、えー、ベースが、えー、面倒見てくれるということで、えー、すごく敷居の低いものになっています。えー、まずできるんであれば、このネット販売をやりましょうと。はい。でこういったことを、 や,るやりますよっていうのを、できるだけ皆さん、多くの人に知ってもらわないと意味がないので、えー、とですね、SNS の発信、これはやりましょう。はい、えー。まだやってないっていうお店はですね、えーまあ、Facebook と Twitter、Instagram、このあたりですね、このあたりのアカウントを取ってですね、えー、SNS の発信をやりましょう。はい。まあ、ハッシュタグを使って、 えー、うまくいろんな書に、えー、多くの書にですね、えー、見てもらう、特に近所の人ですね、に見てもらうように、えー、工夫をして、えー、発信をしていきましょう。で、えー、っとあ、ここも、えー、ちょっとアナログになるんですが、地味にやっぱチラシの折り込みっていうのはいいのかなというふうに思います。ま近くの人に来てもらうっていうのは、えー、非常に重要なので、うん、で、チラシ折り込みする、まあ、お金もないっていうのであれば、もう自分でポスティングする、うん、自分の足でポスティングしに行くっていうのを、えー、や,れやれば、えー、まあ、 効果は、えー、少なからず絶対あるというふうに思います。で、もう、あと最終手段。えー、今までの常連さんに鬼伝すると。うん、来てよと、えーあの。テイクアウト始めたから来てよと。えーあのまあ、これはもう本当に超アナログ中のアナログなんですけども、やっぱですね、この,あの自分で、えー、来てもらうように、えー、何でもするという、うこの姿勢すごく大事だと思います。はい、鬼伝しましょう。で、まあ、あと、ちょっとすごくこれは細かいところなんですけども、えー これら今これら全部がですね何のためにやっているかというと、えー、なるべくキャッシュ、現金を減らさないために、えー、多く、えー、自分の手元に残すためにこれらをやろうというふうに、えー、僕は言っているんですけども、えー、なので、えーまあ、ちょっと僕、散々これまでですねキャッシュレスにしようと、キャッシュレスに,にしないお店は、えー、もうどうしようもないというふうな言い方をしていましたが、えー、とこの時点、うん今、今だけは現金計算のみにしましょう。うん、少しでも多く 現金というのを抱えるためにですね、うん。もうここはしょうがない。もうここは僕も言いします。はい。現金計算だけにしましょう。はい。で、逆にですね、えー、支払い自分た。自分が支払うものに関しては、現金では絶対に支払わない。で、えー、逆に、す、え、べ、ー、てクレジットカードにすると。うん、できるだけ、えー、現金が、えー、直近で、直近の現金をより多く、えー、持つように 最大限の努力をすするとということですね、はいえー、クレジットカードを使えば、使えば現金の支払いというのが先延ばしになるので、いうことです、えー。もう本当に、ここの直近だけ乗り切れればいいという人であれば、もうリボ払いとか、まあ、そういったことでも考えてもいいのかなという,うに思います。はい、でですね、えーまあ、これらすべてやって、えー、それでもあの全然効果がないというのであれば、もう、 急ぎく休業をしてバイトしましょう。バイトをして今をしのぐっていうことですね。で、まあ、もしかすると、もう数か月先になったら、何か政策とかがですね、うまくできて、巧妙が指してくる可能性があるので、そこまで鍛えるってことですね。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっとこれらは、まあ、今すぐにでもできるような生き残り戦略なのかなというふうに思うんですが、まあ、あの、他にもね、あの無担保であのお金を借り入れたりとかですね。 えーまあ、そういった政策というのが、えー、いろいろありますので、この辺は、えー、と調べてほしいんですが、えーまあ、すぐにできるというところですね。うん、自分一人だけでもすぐにできるというところで言うと、まあ、この辺りなのかなというふうに思います、えーとまあ。今非常に厳しい時期なんですけども、えーとまあ、できることは何でもやると。うんでまあ、そういったデジタルとかをうまく使いこなせば、まだ巧妙はあるというところで、えーとまあ、諦めないでやってもらいたいというふうに思います。はい えちょっと今日はね、あの、すぐにできる飲食店抜き残り戦略というお話をさせていただきましたが、まあやっぱなんか、もうなんだろうな、もう知り合いとか、えー、そういったところの飲食店とかも、やっぱ全然、えー、ダメになっちゃってるっていうのを話を聞いてですね、なんかすごく心配になったので、まあこういった情報をえ展開しようと思って、えー、今日はお話をさせていただきました。はい、えー、今日は以上になります。えー、またですね、よかったらですね、聞いてください。はい、以上になります。さよなら。